ケルピー。スコットランドのフォルカークに設置されたアンディスコット作の素像ケルピーは、スコットランド地方の水辺に住み、主に馬の姿をしていると伝わる現獣。人間をおびき寄せるなどして溺れさせるという悪評ある、水霊、水馬の一種である。姿形は、はっきりわからないが、馬の姿と言われることが多い。スペー側やスペーサイド地方のケルピーは外して、白馬であり、 バグ意識を身につけ乗り人を誘う。しかしケルピーは人の姿に化けることもあるとされる。ケルピーとは英国イングランドやスコットランド定地などゲール語を介さない英語圏の名称であり、それとよく混同されるのがスコットランド高地に伝わる水星馬、すなわちゲール語で言うエッヘウーシュカである。アイルランドの伝承にもありアッハイシュカと呼ばれる。はケルピーで、 湖聖がゲール文化のエフヘウシカとの線引きが提唱されており、これを遵守する向きもある。ケルピーやエフヘウシカによって水中に引き込まれた、児童や大人の犠牲者は、肝臓等の臓器が浮かび上がる以外は、遺体が上がらず、食らわれたと伝聞されるが、明言されなくとも、そう推論される。だが一説によれば、エフヘ、ウシカは、女子供を取って食うことをしない。また、 すっかり触ると離れられなくなり、指を切って逃げおせた、などと伝わる。また、人間の男性に化身して、女性を誘い凶暴化もする話が、特に西ハイランド地方で伝えられる。しかしその紙に水草か砂が混じっていて、正体を見破られるのが顕著なモチーフである。気づいた女性は、衣服の一部を切り離したり、前掛けなどを脱いで、すり抜けたりして、逃げようと試みる。 ケルピーは必ずしも有害無益と限らず特別な馬録の力で漁すことができ橋や追記の石材運搬などに刺激できた話も残される。しかしその場合も後で松代まで立た,たられる、または娘を連れさらわれるなどのしっぺ返しも起きている。ケルピーは大別すると水の精霊、あるいは水魔の類と定義される。また古風に 水の悪魔と注釈や解説もされる。その管轄内にいる人の死期を超自然的な光源や物音で予告したり、その人たちの歴史に関与したりもする、などと俗信されると18世紀の辞書には見える。また、核妖霊に習い川や川瀬に住み、害して黒毛の馬の姿をし、人間をおびき寄せて敵視させるが、幕をつけられ粉引き小屋回しなどの刺激をさせられる。 こともあると、近代の辞書は定義で衝述している。各辞書ではまた、ゲルマン系の水曜、ニッカーと定義されたり、あるいはそれらに通じると解説されている。このニッカーというのはいわば総称であって、ニュック、ノックなどと、地域、国によって故障が多少変異する。打測としては、英国で悪魔を遠極的に刺す、オールドニックという表現は、実はこの水曜、 ニッカーに由来すると付記される。ケルピーの定義については混乱があり、例えばどういう用紙、携帯を取るかについても議論があると指摘される。ケルピーはハイランド地方の産物のように扱われることもあるが、これは誤りで実際はローランド地方の名神であるとの意見が見られる。ケルピーの語は英単語としても扱われ、オックスフォード英語辞典でも 姿形は様々だが、馬の姿をする伝説上の水霊、または水間のスコットランド定地での名称と定義されている。上述したように、神聖のケルピーはスコットランド定地の産物とみなす向きがあるが、スコットランド高地にもよく似た性質のエフヘウシカがおり、これは便宜上、英語でウォーターホースなどと呼ばれることが多々あって、法書では水星馬。 水馬等と表記、平記される。しかし、実際には、両者は混同、集合もされており、ケルピーも、やはり水星馬、水馬と記述される。語源については、若い王子や子馬を意味するスコットランドゲール語に由来する、可能性が高い、と SND 辞典に記載される。だが、従来は、オックスフォード英語辞典はこの語源説明には、根拠がない、と懐疑的であった。 また、ゲール語ではなくピーケルト語で、川の馬を意味するセファルパル、転じて、セルパオ、ケルピーという説を、ロナルド・ブラックが提唱している。これはケルピーがピクトの文化の産物であるという仮説に、基づいている。ケルピーをそのまま英語で解釈し、ケルプに由来するとする意見もあるが、孤立しているようである。2サウスエスク川サンネスコ4コノン川ゴアルモアコ6。 インバユーギー上7ビットバルリービーサはー 7C、8ストリッチェン 10A11 モーフィージ上12アイロン、グレーボックシカン1314ケルトニーアイラトーアイ、フリサコ2アーダチョイル3コルジマ4、ンアート通信コ、3サーソー総長 4X マ V6 モーバーン、スコットランドのケルピー連勝地。分類変更は、とした。サンストラスペイサンスロッコ峠サンネスコ 7C、 80R がアチョリー1113スペーガワ、EL チーズ4スペーガはクロムデール、スコットランド北部のケルピー伝承地。ケルピーは外して黒馬か白馬の用子をしていると、前述の現代スコッツ語辞典にあるが、前者の例は、スペーサイドの人間が、ネスコからの木との峠で遭遇した、魔法具をつけた馬、後者はいわゆる、スペーガの白馬である。しかしスペーガのクリーバン、 の縁の水場は黒いとされる。しばしば人間の気を引く姿に変身し、例えば、手綱をつけた若い馬の格好で道端に佇んで、歩き疲れた人を待ち受け、その人が背中に乗るとそのまま川をめがけて失踪し、水深が一番深いところまで潜ってしまうため、泳げない人間には災難となる。あるいは、待ち伏せて獲物が来た時に水かさを増させて溺れさす。 うっかり触ると離れられなくなって、そのまま水中に連れられ犠牲者となると伝わる。エッヘウシュカの場合については、肌には粘着力があるので、乗ったものは離れられなくなるとイムラが説明しているが、リのようにくっつくと形容した和令もある。複数の和令では一人の子だけくっついた指を切断して難を免れている。水没後、内臓のみ、エッヘ。 ウーシュカに沈められると、遺体は上がらず、内臓が浮上するか打ち寄せられるだけ、と交渉民話に伝わる。これら子供の犠牲者たちは、明確に、エッヘウーシュカに食らわれたとは伝わっておらず、そのため、これは食われてはいないという主張、すなわち、女子供を食らうのはケルピーのみで、ゲールの伝承に、そのような話はない、という断言がある。しかし他の考察者には、受け入れがたく、 エフヘ、ウーシュカがさらっていくのが男性だろうが子供だろうが、カイウ馬だろうが、それは推定でこれを食らって嫌いな内臓だけを残しているのだ、と推察できると意見されている。他にも犠牲者の内臓以外を食べてしまうのだ、という解説が大衆本事典等に参見できる。バックと刺激しかし、バックをうまく用いて、ケルピーを操ることができれば、 どの馬にも劣らない働きをさせられるという。ある領主がケルピーを使って、石造りの館を建設した。しかし解放されたケルピーは領主に呪いをかけた。呪いは時代以降にも及んで、領主の家計は途絶えてしまったという。こうした逸話は、モーフィーの男爵の築城にまつわるものが知られるが、他にも例がある。ケルピーか、ウォーターイコールホースが女性を色恋に誘うが、 失敗する19世紀の発表は例が2編挙げられる。ケルピーが誘うのは旅の女性で犬に守られる。ウォーターイコールホースは男性姿で農場の働き手の女性を誘おうとするが正体がバレ馬となり追いかけると水性牛のこと品定めされたお牛が決死の戦いを挑んで遠ざける。この現場では男や動物の容姿について詳しくないが エフヘ、ウーシュカがはっきりと、美男子に化け、誘った女性を水に沈めて泣き物にする伝承もあると、言う。もう、砂混じりの神前術のアイラ島の電話では、水星馬が、女性に膝枕させろ、そして髪を絞ってくれと頼むが、女性がその髪に、ゲール語でリバガッハライオバガクという、ぬめりけのある水草がまとわりついていたのを見とがめ、その正体を見破った。 似た例がバラ島にも伝わるが、水槽の名称が水未成のラファガッハレイファガックになっている。類似の和形としては、丸ずっと、会58、女性が、ウォーターイコールホースに出会いついていく、しかしくしけずる髪に砂を見つけ正体を悟るが、あげられる。よく似た話、あるいは女性が衣服を残してすり抜けるモチーフが、満島のグラシティンについて伝わると指摘されている。 ガーチョリー・バーンド・イブ・ハシ・ケルトニー・バーン・シェイハリオンさん、アバーフェルデ・ゲンコンの、スコットランド・パース・ンキンドス・スコットランド伝承の、水星馬、エッヘウシカは、便宜上の訳語として、ウォルターイコール・ケルピーが当てられたり、混同視されたりすることも多いが、これは、いかのエッヘウシカの不死にて衝突する。ケルピーは、本来は、ゲルマン言語圏の伝承から伝播した。 いずれにせよ同源のものではないかとの意見がある。そのケルピーに対応する水齢、水魔はニッカー、ニック、ネック等と呼ばれる。ジョン・ジェイミソンの辞典やカール・ブリントの論文も同意見であり、アイスランドのニッカーは馬の姿で現れると伝わるとし、関連性を強調する。スコットランドでもゲルマン文化の色濃い地域である。 シェトランド諸島では水曜馬が同言語のノグルと呼ばれており、ノグルはシェトランド版のケルピーだとも記載される。スコットランドとアイルランドでは海や塩水湖の中に住むと言われる水の馬を意味する魔物が伝えられており、言語でそれぞれエフヘウーシカ、アフハイシカと呼ばれる。これもケルピー同様人間が背中に乗るよう誘い、乗った人を背中にくっつけてしまい、 水中に引きずり込んで食べてしまうという、異表記にアハイシュケ他多数ある。アイルランドのスイバアハイシカは、オヒシキとも呼ばれ、イギリスの民話学者、キャサリン・ブリックスの妖精辞典等にこの名で記載される。スコットランド高地の伝承のスイバ・エフヘウーシカは、19世紀の民話収集家の J.G. キャンベルによって、 ウォーターイコールホースと意訳されており、いくつもの当地の交渉伝承が掲載されている。ブリックスの養成辞典の場合は、スコットランドのそれをエッヘウシカの項で解説し、ウォーターホースの項では、スコットランド当初や満島のいろいろな名前の水曜場の総称に用いている。イムラ・キミエの養成学大前は、エッヘウシカの項の異名欄に、ウォーターホースを併記し、 あるゆる地域の反証として、水生場を用いるようである。水域よく似ているために、しばしば混同されるが、アハイシケは、海水の側で、ケルピーは湖の岸や川辺で見られるという違いがある、と、日本語の文献に見える。しかし、この墨明的解説は、英国資料と比べて祖語が生じているか、少なくとも説明足らずである。 もしアイルランドのお筆記に限定するならば、確かにこれは、海から出現する、塩水の方向へうと逃げてしまう、という解説が見える。しかし、スコットランドコーチの水バエフヘウーシカは、J.G. キャンベルによれば、湖の種、ブリックスによれば、海や湖の主であるとされている。そして湖は特に冠水湖に限られるわけではない。スコットランドコーチの水馬ウォーターイコールホースの各地の、 伝承を見れば、炭水庫の具体例が半然とする。他の総移動、J.G. キャンベル牧師によれば、水域の違いの他にも、能力や溺れさせる対象の違いがあるとする。これは、たとえ幼い子供をたしなめるためでも、児童を誘拐するという伝承があるならば、その部分ははっきり区別はできないのではないか、とも批判されている、キャンベル自身も9人の子供が失われた説話を発表している。 また、スペー川にいる、アヤカシウマは、ケルピーとして語られる場合が多いものの、エフヘ、ウシカであるという伝承が、はっきり存在し、マクドゥガル牧師により、ゲール語のクリーバンの縁のエフヘ、ウシカとして召集されている、エフヘ、ウシカは、川には住まないとする、ジェイジー・キャンベルの目安の反証例となっている。区別の教論同士、ジェイジー・キャンベルこそが、エフヘ、 ウーシュカとケルピーの線引きの協論者であることは他の解説者が指摘している。ロナルド・ブラック講師によれば、キャンベルの目安を用いれば、幼例のケルピーが神聖か訳語かわかるという。例えば、グレガーの1883年の発表文は実際のケルピーであり、マクベイン編1887年の特命論文は単にエフヘウシュカの訳語であるとしている。 灰色の馬にまたがるコリーブレッカンのケルピー、ウォーリック・ゴーブルガ前術のコリンズのスコットランド名神についての少子には欠落箇所があって別の詩人が補った部分では陸の河川でなく海での歴史に関わる魔物か精霊について語られている。それによれば海では巨大な精霊が嵐を導き船を沈め有欲の何者かが渦潮に 被害者が吸い込まれる様を見守るという。そして海でなく陸での歴史を司るのが、かの悪魔であり、口実されるケルピーとも取れる。J.G. コリンズの法則に反するが、ケルピーは、海からも出没するとフォーブスレスリー中佐の著書でも、述べられているスコットランドの渦潮としては、コリーブ列館が有名であるが、作家のチャールズ・マッケイが、スコットランドの諸島に普遍的に残される現象に、 基づいたとされるし、コリー・ブレッカンのケルピーを発表しており、ディアモント・ドライズ・デール作曲のカンタータ、ケルピーに本案されている。なお、作中のケルピーは、サンゴの剣を刺し、灰色の馬にまたがる、容姿端麗な騎兵家騎士の姿をしており、浜辺の女性を拉致しようとする。ただ、この渦潮は、ブレカンのカリブリスと、ギリシア神話の女性の怪物の名を借りた名称で、アドムナアンチョ。 コルンバデンに記載されており、その後の民間伝承でも、老婆の釜と伝わり、その枯力派がネッカチーフカフードをまとうときが危険だと、される。マグレガーは、この老婆を、女ケルピーとし、ストームイコールケルピーの一種とするが、あまり定着した分類とは言えない。ケルピーザケルピー。ダウが、1895年、ケルピーザケルピー。 ハーバート・ジェームズ・ドレーパーが1913年、トマス・ミリー・ダウが1895年に描いた、油彩絵画では、ケルピーがあえて女性として表現されているが、これは芸術表現的な性転換を行いその犠牲者を男性に想定した、当時代の風潮を代表するするものだ、と解説されている。その論文で美術史屋の高橋祐子は、 特に濡れそぼって、水の下たる髪の描写に着眼する。ありがとうございます。